これ1個捨てました。そうすると1個分軽くなるじゃん、心が。まあ、これが心でいく。そうするとなんかおかしいってなるんだよ。なんでかっつうと、この重荷を抱えた状態が通常になってたから。で、1個 しなければいけないことを捨てる。嫌なことをやめる。例えば嫌な人と会うのをやめたとかさ、嫌な付き合いをやめた、そういうことをするとちょっと暇になるじゃん、その分。でなんか変な感じがするの、それが通常じゃないから。心が重いのが通常の状態になってるんで、心が軽くなるとおかしいと思い出し焦り出すの。そうするとまたどうでもいいもの、どうでもいいものをここに補充しちゃうときあるんだよ。どうでもいいこと、健康のためにこれをしなければいけないとかさ、なんだろう、わかんない、親孝行しなければいけないとかさ、わけのわかんないしなければいけないこと、とりあえずここを埋めるために始めちゃったりするんで、それを気をつけてほしいところ。一旦寂しくなるんで、嫌なことをやめると、その分時間が、時間と労力が温存されるじゃん。